で、まあ、こういった形でその多項式と行列のいろいろな使い方をこれから使っていきますので押さえておいてください。次に、第 4.2.1 項でハミルトン定理の定理に入ります。教科書は105ページの下の方からで、実質的には106ページから始まっています。まず定義 4.1 として、行列の固有多項式もしくは特性多項式の定義があります。これは教科書の106ページにあります。で、 A を N 次正方行列とするときに、X× 単位行列マイナス A の行列式というのを計算します。で、これを計算すると、まあ、こういう形なんですけれども、この行列式ですね。これは実は、X に関する多項式となりまして、この行列式のことを A の固有多項式、もしくは特性多項式と呼びます。まず、こういう形での、A が与えられたときにですね、A の特性多項式を、計算できるようにしておいてください。で、次に、これトレースというのがありまして、これは主にそのこれからのいろいろな性質を示すのにちょっと使いますので、定義していきますが、この行列 A を N 次正方行列としたときに、この対角成分の和を A のトレースというふうに呼びます。そこでこの固有多項式ですね、A の固有多項式については次の性質が言えます。これは教科書の107ページの事実 4.2 というところにあるんですが、まあ、A を N 次正方行列としてこの φ ですね、 φA の x、 φA の x を A の固有多項式とします。この時に A の固有多項式について次の性質が成り立つということに注意しておいてください。まず1点目は、この A の固有多項式は N 次の多項式であるということ。それから、この A の多項式、固有多項式の主係数、すなわち XN 乗の係数が1に等しい。次に、この固有多項式の XN-1 乗の係数が、A のトレースの -1 倍に等しい。最後に、A の固有多項式の定数項が A の行列式 ×-1 の N 乗に等しいという性質です。一応、一通りですね、なんでこういうことが成り立つかというのを証明をしておきます。まず、1番目ですね、この A の固有多項式は N 次の多項式であるという点なんですけれども、この行列式とこの A の固有多項式の定義からですね、この A の固有多項式において、X の次数が最も大きくなるような成分は、そのどの成分の積を取ったときに、一番大きくなるでしょう、X の次数が大きくなるでしょうかと考えるわけですね。そうすると、X っていう項はこれ対角成分にしかないですから、対角成分を一番多く持ってきた時のにですね、この X のべきが一番大きい項が出てくるというわけですね。対角成分を全部持ってくるということは結局、この対角成分、N 項の対角成分の積を作った時が一番大きいということで、まあ、他の成分が入ってくると、その積っていうのは X に関する次数は N に達しないということですね。対角成分の積は、こういう x-a11 から xa-an の積で、まあ、N 次の多項式だということが分かります。で、これを展開すると、まあ、この A のこういう多項式の次数は高々 N であるというふうに結論付けられます。で、この2番目ですね、この主係数、すなわち xn 乗の係数が1に等しいというのは、結局この A と A の固有多項式でその X の N 乗の項っていうのはこの X-A11 かけるから X-AN の展開した時の XN 乗の項なわけですね。で、 X は全部これ係数1ですから展開して X の N 乗を作っても係数は1だということになります。で、次にこの固有多項式の X の N-1 乗の項の係数が、A のトレースの -1 倍になるというのは次のような事実からなるんですけれども、この固有多項式からですね、X の N-1 乗の項を持つような成分をこう取り出そうとしますと、これは対角成分から N-1 個ですね、成分を取り出す必要があるわけです。ところが、
行列式を計算するときに、この対角成分のあのから n マイナス1個あの成分を取り出すと、残りの成分っていうのは必然的にやっぱり対角成分から取らざるを得なくなるわけですね。そうすると、この k の固有多項式の xn マイナス1乗の項っていうのはやはりこの積ですね。この積の x の n マイナス1乗のあの項に等しくなるというわけです。で、この多項式の x の n マイナス1乗の項の、係数は一体いくつになるかっていうと、実はこれ、n 次方程式の解と係数の関係からですね、この a、マイナス a11 からマイナス ann の和で表せることになります。そしてそれっていうのは実は a の先ほど定義したトレースですね。トレースのマイナス1倍に等しいということになります。で最後に、この A の固有多項式の定数項なんですけれども、この定数項は、実はこの固有多項式にですね、0を代入した時のこの値に等しくなります。これですね。ここに0を代入すると。で、この固有多項式の定義から、x に0を代入しますと、これは結局、マイナス a、行列マイナス a の、行列式ということになりまして、これは a の行列式に、マイナス1の n 乗をかけたものに等しくなるということで、定理が示されます。以上が、この性質の証明となります。次に出てきますのが、ハミルトン定理と呼ばれる、の定理と呼ばれる定理でして、教科書ですと108ページの定理 4.1 にあります。一応この定理を述べていきましょう。A を N 次正方行列として、それから φAX を A の固有多項式としたときに、この A の固有多項式に A を代入した行列は0行列に等しいというのが、このハミルトン定理の定理の主張です。で、証明に入る前に、ちょっと例題を出しておきます。これは、教科書数108ページにあるんですが、例えば、この行列 A をこのような 3×3 の行列とします。で、この 3×3 の行列の特性多項式、固有多項式を計算すると、定義からこの行列式になりますので、このような多項式になります。で、この多項式の X に、実際にこの A を代入すると、これがゼロ行列になるというのが、このハミルトン定理の定理の一つの例です。で、ここからその証明をしていくわけですけれども、まずその前にですね、この多項式を成分とする行列の四因子行列というのを計算してみます。これはですね、結局その四因子行列、この場合はこの A のですね、固有多項式に対して、この、IJ 四因子っていうのを計算しまして、その四因子行列を求めると、こういう多項式を成分に持つ行列になるということで、一応注意しておきます。では、ここからその定理の証明に入ります。この定理の証明では、この先ほど、前回のですね、講義で行いました、四因子によるその逆行列というのを使います。これはどういう定理だったかというと、A を N 次正方行列としたときに、その A に A の四因子行列をかけたものをですね、左からでも右からでもいいんですけど、かけると、これが A の行列式と、単位行列の積に等しくなるという性質でした。この性質を使ってハミルトン定理の定理を証明していきます。まず、行列ですね、x 倍の en マイナス a のっていう、これは固有多項式を作るのに使った行列なんですけれども、この行列の四因子行列を bx と置きます。そうしますと、先ほど紹介しましたこの定理を使いますと、この bx に x 倍の en マイナス a というのをかけますと、これが
実はこの xy の e のマイナス a という行列の行列式かける単位行列に等しくなります。でこの xy の e のマイナス a の行列式というのは実はa の固有多項式でありました。で、このですね、先ほど計算したこの x 倍の e のマイナス a の ij 余因子っていうのが、これは n マイナス1次以下の多項式ですので、この bx 余因子行列の各成分っていうのは n マイナス1次以下の多項式になっております。実際に先ほど計算しましたこの余因子行列ですね、この場合はこの余因子行列こういうふうになっていて、まあ、たかだか2次の多項式になっているということに注意してください。でそこで、この bx の角を書きますとですね、こういう形で、この bi との行列ですね、bi との行列で x の i 乗との積で n マイナス1次以下のこういう形の式で書くことができます。で一方で、この a の特性多項式、こういう多項式をこういう形で置いておきます。そうすると、このですね、この bx×x÷n マイナス a というのが、まあ、こういう形で表されると。で、まあ、これ展開するとですね、こういう形で展開されるんですけども、一方でこれが、a の特性多項式×単位行列という形、式に等しいですので、これは a の特性多項式使うとこういう形で表されるというわけですね。で、この上の部分の式、これをまあ黒丸の式としまして、下の部分のこの式、これを三角の式としたときに、この2つの式は等しいはずですので、この2つの式の各 x の i 乗の係数を比較します。そうしますと、次のような関係式が成り立っていることがわかります。まず a0×en がマイナス b0×a。それから、まあ、an×en が、まあ、b の n マイナス1から ai×en が b の i マイナス1マイナス bi の a、まあ、これは各x の同じ次数の係数を比較すると、まあ、分かるということです。成り立つということですね。ということで、これですね、実はここで、特性多 a の固有多項式に a を代入した行列というのを計算すると、まあ、こういう形で計算できるんですけれども、まあ、これを展開すると、まあ、こういう形に、展開することができます。で、ここでよく見ますと、実は、例えば b の n マイナス 1×a の n 乗ですね。すみません、ここを置かない、ここ b の n マイナス 1×a、これが a が抜けてたんで、まあ、ここで抜けたんで、ここちょっと a を入れていただきたいんですけども、ここで2つ、符号が異なるのでここをキャンセルします。で次の b の n マイナス2も次のここに出てきた行列とキャンセルをするということで、順々にこうキャンセルしていって、最終的には0行列になるということが直接示されます。